左のバンカーの間ぐらい。左のバンカー越えればいいです。左のバンカーはそうですね、越えますね。それじゃあ出るところで普通に打って左のバンカーの先行っちゃったみたいな風吹いて。そうですね。伸びる球がめっちゃ飛んでる。結構飛んでますよね。結構飛んでる。今軽く振ってますけど尋常じゃない球出たような気がするんですけど。いやでも軽くは振ってないですね。振ってないんだ。8割くらい。先生なんか軽く振ってるように見えるからね。そうです、最高スイング。最高スイング、ちょっと最高スイング、えぐいな。オッケー、おー、行った。ナイス。低いけど全然いいとこ、いいとこ行った。ショ、いつも嫌なんだけどやっちゃうことがあって、はい、ここで握っちゃうんです。ここうん、こうしちゃうんですよ。ここからそう、これでこうなる。あ、僕最近上げた自分のチャンネルの動画でもあるんですけど、はいはい、テイクバック、バックスイングってもうこの肩よりも下の意識だけでよくて、肩よりも上の意識を持っちゃいけないんですよ。どういうことかっていうと、こっから先ってもうクラブと腕のこう振り上げた勢いで惰性で上がってくるので、今宮津さんおっしゃったのは、はい、上まで上げて、うん、こっから切り返そうとするから絶対力入っちゃうんですよ。でも僕の感覚はもう肩より下、こっから切り返そうとしてるんで、だからその体も一緒に動いていくから手だけに力が入りづらいんですね。だから今ここっておっしゃった、ここに感覚をまずね持ってっちゃいけない。ここです。この高さのこの違い、しっかりこうフィニッシュをピタッと止まるんで、そうそうそう、10から15右にやっていきましょう。 OK。 おー、いった。いやー、いいんじゃないですか。おー、バンピン、バンピン、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます。完璧ですね。これ飛びすぎでしょ。330か40くらい飛んだ。330だって。最高スイングっていうのは何なんだろうね。思ったよりちょっと左出ちゃいましたね。低い球の打ち方っていうのはそのハーフトップする感じで、今のはちょっとこうライがあんまり良くなってたんで、はい、あんまり手前入るとザクってこうショートするのが嫌だったんで、ちょっとまあロフトを立てて、こう低めに押すっていうの、違う打ち方だな。そうです。最後止まるんだ。ちょっとまだタッチが掴めてないです。あ、お、左ちょっとボール半個分、5分くらい。カモン。めっちゃ怖かった。いや、ナイストライ。怖っ。ナイスパー。よっしゃ、パー当たった。ありがとうございます。ナイス。いいとこじゃないでしょうか。ちょっと完璧だな。もう超えますよね。超えます。林の中のちょっと右側で、はい、ちょっと低くなり始めて、そうそうそう、こっちでいい。大事だ、大事だ、大事だ。あれ、まあいいんじゃないですか。なんかまあ大丈夫そうだ。多分皆さん100切りするのはここで回るんで大変な気がする。特にバンカーがすごい、こんないい砂を使ってくるとちょっと困る人は多いかもしれない。ありました、これです。まあこれセーフティーに7番くらいあれば、はい、はい、7で、OK、あ、全然 OK、 全然 OK。
った。緊張するよ。これは。おお。止まった。いやでもここで結構押されましたね。ああ。タフですよ。タフ切りのチャレンジにしかタフない。ピー変えた方がいいかも。おお低い。風で押されて見つけるマンション。5番とかですか？3番です。ああ。絶対乗らないです。だからもうパー4だと思っている。あれ。なんで？まあ大みたいから大丈夫です。何番持ってくるかな。9がいい。9でどこ？そのまあ空いてるっぽい中間、上じゃなくてその下の中間、まあこうクラブヘッド肩からカップくらい、そんな感じ、そんな感じ。いった。いや、めっちゃうまいんじゃないですか、これ。超えた。落ちた。落ちた。ちょっと始めた時に、9番でパターみたいに打つよ、散々言われて、何か分かんなかった。ちょっと素振りしましょうか。はい。とにかく、手首を使わないように、ここ固定する動きなんで、ちょっとこう、ハンドアップにして、狙いはこの辺でいいんですか、あるところ。かかと浮かせるとか。ちょっと浮かしいです。で、もう脇締めて こうやってるだけ。トップでいいです。ちょっとトップで当たる場所は、当たる場所はあそこですか。ちょっと先っぽ寄りでいいです。今のちょっと大きくパターのイメージしてるんで、もうパターみたいな、こうそんな感じでいいですね。 OK。 よかった。入った。ナイスです。なんだそれ、なんだそれ。じゃあなんだそれ。これがパターパーじゃないですか。パーじゃないですか。アホみたい。ナイス。さあ、あー。パー強い。執念を感じる。ユーチューバーっぽい。いやー素晴らしいパーでしたね。ありがとうございます。あとからパーやばくないですか。なんとかリカバーれてる先生のおかげで。やばいです今のパー。やばいです。だってあれは、まあ、ワンポットで狙うっていうよりも、はい、あれざっくりとか、うん、トップして3パット圏内に行っちゃうとか、こう増やさない感じなので、アバウトでいいんですよ。めちゃくちゃとにかく一番 S で例えばザクッチョロとか、はい、トップして10メートル行っちゃうとか、はい、それであれがあれはあれだったら、そのままコロコロコロって感じだった。そうそう、ボギーかダボで済むところを取りにしないためのアバウトアプローチなんで。狙いすぎちゃうと次が狙えないので。わかりました。はい。音は良かった。回ってないとか。そう、やっぱり左にまだもうちょっと2個目です。バスケットボールくらい音。ラグビーパスみたいな。これをね、今上にやってるじゃないですか。うんうん、もっと横です。そう。上じゃなくて、左側。意識の問題としては、ね、こう返す返さないって意識がありますけど、実際こうなってますよね。こうなってる。6番で
と同じみたいな仕方でもいいかな。そうですね。さっきの9番と同じ打ち方をした。あれ。落ちてきた。ドライバーで打っちゃいけない方です。マジ？あ、切れてきたから。僕の飛距離だったらもう止めようがないんで。刻まなきゃいけない方でした。ちょっと狭いところ狙っちゃいます。ああいうの狙っていくんだそうです。フォローなんで49度こっちで。おお、まっすぐ行った。すじってるよこれは。おー、ナイス。おピンチが多い。これは今4打目ですよね。4打目だから、まあチャレンジせずに刻みましょう、はい、左に。5オン。そう、 OKOK。 横から入っちゃった。あー、もうちょっと振っていい。壊れたから下りですけど、もう風、これだけ風吹いてると影響するんで、そんなにこう早くはないと思ってたわけ。あれ弱かった。いや意外と重たかったですね。よかったー。はい、まあまあまあ、うん、左からのちょっとフォローって感じで、130から40です、ね。意外と風で押してくれなかったですね。7番の方がいいのかな。いや8で、8でいいと思います。乗るのは理想的ですけど、ピン奥なんでオーバーしたらこれは大変になる。やっぱ左行くんだ。まあでも越えてれば上の、お、越えた越えた。いいとこ、いいとこ。全然アプローチしやすいとこです。この辺ですよね。そうですね。ここでもいいと。まあ58で打てれば58でもいいと思います。あ、でかいでかいでかい。でも OK。 いやーナイスナイス。あ、止めたからかな。ナイスボギー。うん、生き延びてる。どうした？打ってみたい。教えてください。え、教えてください。